皆さんこんこにちは2017年管理業務主任者賃貸不動産経営管理士資格説明会始めていきます今回のお題がですねこちら「宅研試験後から管理業務主任者それから賃貸不動産経営管理士ダブル合格大作戦」ということでですね約30分程度でしょうかねお話しさせていただきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いします えー、お題ですね。ま宅、あ、建試験後からということはまあ。 主にまあ聞いてくださっている方は、今宅建試験追い込んでる最中かと思います。がですね。まあもちろん宅建いやあの今年は勉強してないんです。えっと来年何度考える中で、まあ一緒に。まあ、官業も賃貸も頑張っていこうという形でね。ていうことも構いませんのでね。まあただしお話としてはまあ主にですね。宅建試験後にですね。まあこの2つの資格まあダブルで合格していこうということで、えまあ進めていきますのでよろしくお願いします。 でですね、例年なんですが、まあ、えー、まあ、レックではですね、ま、卓研の試験の後をですね、管理業務主任者の試験、まあ、類似資格という方、ちょっと失礼かもしれない、関連資格ですね。まあ、こういった資格ありますので、ま、卓研の勉強癖がついてる間に一気に取ってしまおうということで、まあ、管理業務主任者っていうことで、もう一丁合格作戦という形でやってたんですが、今年、まあ、今年度はもう一つの資格、まあ、近年脚光を浴びているんですが、 賃貸不動産経営管理士ですね。えー、まあ、ちょっと名前浸透していただくように、まあ、ちょっと私も頑張ってフルネームでいきますのでね。賃貸不動産経営管理士。まあ、これも合わせてダブルで。で、えー、合計で言うと、宅券も合わせるとトリプルということになるんですがね。まあ、一挙に受験試験ね、受かってしまおうというので進めさせていただきます。まぁ、あ、なぜ、まあ、今年に限ってこの賃貸不動産経営管理士をですね、まあ、足し算、ちょっと欲張ったっていうのもあるんですがね。足したのあっていうと、 あの、脚光の浴び方が結構ですね、顕著なんですよ。で、後ほどまた紹介しますが、昨年度の受験者がですね、一挙にどうなってるかっていうのなんですが、2015年度まではこの賃貸不動産経営管理者はですね、4000人程度だったんですね。で、比較的新しい。で、ちなみに今、民間の資格ではあります。国家資格ではありません。が、えー、なんかの力が動いてるんでしょうね。昨年一挙に4倍 ?3 倍になってるんですよ。 もう1万人超えてし待っているんですね。で、まあこれ比較してもあまり意味がないんですが、あの前からあるこれ国家資格である管理コンシェルはですね、えー、ちょっとちょちょっと減ってきてるって1万6千人なんですね。そんなに大きく変わらない人がこの賃貸不動産経営家に受けてるんですね。ですので、まあこれもね合わせてまあ今年、えー、やるんであれば一緒にということで、まあちょっと一緒に紹介させていただきました。 まあそれよりも何よりももっと大きなね、えー、要因というのはね後ほど紹介するんですけれどもまずこの、えー、宅検試験を受かってからこの2つの資格をなで狙っていくかっていうところなんですがまあいろいろと理由というかねありますが一番大きなものはやっぱりここなんですね、えー、宅検の試験の本番の試験が10月15日に終わりますでですね合格発表 発表がですね一月半待たされるんでですよで一応書いときましょうかね発表なんですが、えー、試験日が10月15日なんですが発表が、えー、12月失礼11月ですね最終の水曜日ですのでえー、っと11月の29日。 の水曜日なんです、ね、まあいずれにせよ約月半,約1月半またされるんですよでもちろん、えー、当日にですねな我々も頑張って今年の合格推定点は何点だっていうことを推定点ですけどね出してでまあこれぐらいあれば安心だろうということあるんですが、まあ、試験ですから、あのー、それこそマーク漏れもあるし、えー、十分合格ラインに乗っててもいやこれ所詮推定点だろうっていうこともあるしですね気が気じゃないんですよ。 で、おそらく左内輪で大丈夫だっていうのはもう合格点よりも5点も6点も超えて得点していて絶対にマークミスもなくっていう人になると合格した人もほんの一一握りです。ほとんどの人がもやもやの中でですね、えー、受かってるんだろうなでもそれからちょい足らず推定点にちょい足らずでひょっとしてなんかマークうまいこと言って受かってるんじゃないかなというのも踏まえるとですね多くの人がですねこの 地獄とは言いませんけどそれに近いぐらいの精神状況の中で過ごさなきゃいけないんですよ。で年末に向かっていろいろな楽しいことがある時期にですねやっぱりモヤモヤの人によっては体壊すぐらいまあ耐えられないのお酒でも飲んでるんでしょうかね壊す人もいます。まあそういう状況で過ごさなきゃいけないですね。じゃあだったらですだったらどうせモヤモヤでお酒食らうんだったら勉強しましょうよひと半。 で、えー、忘れろとは言いません。その卓球のどのもやもやをね。でも、一応勉強に集中していると、そのもやもや感が抜けて、さらにプラスアルファ、もう一個、もう二個の四角がついててきたら、万万歳じゃないですか。えー、時間、もちろん、 使い方は自由ですが有効に使おうということでこの「宅っ試験後の合格発表までのひとつき半を有効に使おうというのが一番大きなものですただやたたららめっっこの資格資格、格ては推奨しません。えーまあ、2つ目の理由としてはですねこの「宅っけ試の資格に非常に関連した資格なんですね。それは、 まあ言ってしまうと後ほどちょっと説明しますがこの管理業務主任者も賃貸不動産経営管理士も同じまあ大きなくくりでいうと不動産業ねここにおける資格なのでまあ似たところがあるというところなんですね。まあ、それともう一つはまあ似てる資格っていうこともあるんですが試験形態とそれから試験科目などが非常に似通ってるんですね。えー、そうなんです 宅検の勉強していた知識を生かすと普通は100勉強しなきゃいけないところをまあ10、20とは言いませんまあ、30、40勉強すればプラスアルファで受かっていくということなんですね、まあ、宅検の勉強が生かせるというところですねまあ、そういったことを理由にまあこの2つの資格も合わせてえまあ進めてる次第ですね1ヶ月半のモヤモヤ感をまあだったら勉強しましょうということです で、関連資格です。どうせ来年取らされます。えー、管理業務主任者。あるいは賃貸不動産経営管理士ね。じゃあだったら今年の間に取っていきましょうよ。関連資格なので。さらに、やっぱり関連資格なので、試験科目などが非常に、まあ、似通ってるんですね。じゃあだったら、まあ、今年の宅建の知識を活かして受かってしまおう。というものですね。まあ、こういう形で進めております。まあ、とは言うものの、 まあ世の中の方は卓研、えー、まあ宅建資金に関しては大体どういう資格かっていうのを分かってらっしゃるとは思うんですが管理業務主任者まず一体全体何の管理業務主任者だっていうところもあるんですね。だから賃貸不動産経営管理士名前が長すぎるこれもあるのであまり浸透してないものなので一応どういった資格かっていうことなんですね。えー、っとまずは左の管理業務主任者ですが。 マンンション管理の現場における、えー、もうちょっと言うと分譲マンションの管理におけるその管理業者の、えー、法律的な専門を担う資格です具体的に言うとマンション管理業者はどういう仕事を行うかというとマンション管理組合と管理委託契約というのを結んでいきます。まあ、多くのマンンションは 業者さんに管理を委託しているんですね、まあ、単純にマンションの管理そこにおいてやっぱり専門的なところがあるんですねそれからお客さん管理組合にとってはどうしても分かりにくいことがありますそういうものをどういうものですかっていうと法律面で説明していくんですね重要事項の説明をしていきます管理委託契約を締結する前にですねそしてその重要事項説明書にはその管理業務主任者が記名応印してそして交付していくこととなるんですね そして管理委託契約を結びますね。その後、まあトラブルがないように管理委託契約書、まあ、これに記名応援していくんですねあらどっかで聞いた他県と一緒かそうその通りなんですねあの立ち位置が同じ不動産関連業で管理業ですけれども他県と同じように、まあ、単純な話従設と契約書名の記名応援この形をする人がこの管理業務主任者です まあ、プラスアルファあのマンション管理業っていうのは継続的なああものなので管理事務の報告もこれにやっていくんですが、えー、これ基本的にはあこの管理業務主任者しか法律上できませんでちなみにマンション管理業分譲マンションの管理業というのはですねなりわいとして登録をしている業者じゃないとできない資格なのでまあもちろん登録も強制ですし業者登録も強制ですしその中の管理業務主任者も法律上当然に必要な資格となっております。 ですので宅検、ね、は確か従業者5人に対して事務所ごとですねそれから案内所などには1人っていうことであるんですが同じようにですね基準は違うんですが置かれております。一方、右の、 賃貸不動産経営管理士はですね、えー、管理業務主任者の方が分譲マンションだったらまあイメージすると賃貸マンションですねまあただ賃貸マンションだけじゃなくて、えー、まあ戸建ても踏まえていわゆる賃貸不動産ですね、えー、賃貸系のものですねこちらの管理ですこちらも多くもですねあるまあ,あいわゆるオーナーさんですね 管理こは管理委託の契約を結んでいくということですねでこちらのいわゆる賃貸不動産、まあ、特に賃貸住宅も踏まえてなんですがこの管理業というのは法律上、はいえー、登録などが強制されているわけではありません。 えー、この分譲マンションの方はなりわいやるんだったら絶対業者として登録していかなきゃいけないんですがそこまで要求されていないんですがあのやっぱり、えー、お客さん目線の中でいい賃貸不動産の管理業者管理業者っていうのを、まあ、推奨するためにですね国土交通省は登録制度自体は用意してるんですね。で多くのまあ、賃貸不動産の管理業者もそこに登録しております。でそこにに登録すするとですね必然的に えー、賃貸不動産経営管理士というのを、まあえー、要求してで一定数ですが設置するように要求しております。で何をするかなんですが重要事項の説明と契約書名への記名要因これをやっていくんですね。立ち位置が、まあ、国家資格と、まあ 今のところですが民間資格ということで、えー、立ち位置は違うんですが結局3社とも重要事項の説明して契約書面記名を応援するっていう立ち位置が一緒なんですね。それぞれれぞのの目線の違いことあれどもでより関連いいてるんですねでちなみにまあ順番ですので、えー、その試験の概要からお話しさせていただきます。 とえー、と今現在聞いていらっしゃる方まだ間に合うと思いますどちらも管理業務主任者も賃貸不動産経営管理士も願書出しはですね受付はまあ9月中だと思ってくださいえー、と管理業務主任者はまあ正確に言うと10月2日なんですがね、えー、賃貸不動産経営管理者は10月、えー、9月の29ですね試験日です、えー、賃貸不動産経営管理者は11月192週間後 12月3日に管理業務主任者ですねいずれにせよ宅研試験から1月ないしはひ月半空いてますねでここでもう一つをまあ関連資格で言うとこの間ですね、えー、2週空いてますのでその間の日曜日に、えー、マンション管理士のね、まあ、試験があるんですが、まあ、今回はそれは置いといてこの2つの試験はまあと月から1月半後にあるというところですね同じく日曜日です試験形式が似てるんですよ管理業務主任者の方は宅研と全く一緒 4択50問2時間です。新宅不動産経営管理士は10問減ってます40問ですで40問のうち時間も減っています11時間40分とね、えー、ごめんなさい1時間30分とねで4択形式では変わらないというところなんですねで目線もまあ似てるところがありますで50問免除科目に関してはまあえー、っと まあ、宅建と同じなんですけれども、えー、と管理業務主任者はこれはもう、えー、マンション管理士の試験を受かっていればというところですね。賃貸不動産経営管理士はあの4問になります免除に関してはね1割ですからあ1問減ってるんですね。まあこれ一定講習ですがおそらく今聞いてる段階では、まあ、その講習を受けてる方はもうすでに受けてらっしゃると思うし今からだとちょっと間に合わないというのはあるのでまあ 免除なしということで、まあ、どれぐらい得点取るかっていうのでちょっと見ておきましょうですね。これが過去4年分の管理業務主任者ないしは賃貸不動産経営管理士のですねますまずは左の管理業務主任者の方なんですが、えー、まあ大体1万678,000人で合格者が4,000人前後ですね、まあ、見てほしいのはここですね。 合合格格点と合格率ですおおよそ30点台前半50問中の30点台前半からまあ真ん中5点ぐらいまでですねここ数年若干内容が難しくなっているので、えー、ですねで合格率は20まあ昨年度で22.5ですかねまあその前比べてもそんなに変わるところではありませんまあだいたい 20%2122 っていう近辺でしょうかね、まあ、おそらくここですね。 人人に1人受かるるような形でで合格率を設定しているはずですだからそれに合わせて難易度によって合格点は変わるというところもですねほぼほぼ宅見と同じですかね。でまあ違うとなると合格率です。えー、ややまあ達見が1516に比べるとやや合格率だけで見るとですね受かりやすいかなっていう気はするんですが僕は受けてる人全体で見ると 管理業務主任者の方は結構真剣度が高いというまあ卓が低いというわけじゃないんですけどあの宅研受かる人のレベルはめちゃくちゃ高いんですけれども落ちる人たちまあ最も勉強せずに受かるというかあの受けに来てるということも踏まえると実質的な合格率は他研とあんまり変わらないと思います、はい、ですので難易度としてはまあ管理業務主任者えっ卓研であんだけ勉強したのに同じぐらいいやそこがポイントなんですよ宅の知識が活かかせますすらはい大丈夫です はい、続いてですね賃貸不動産経営管理士は比較的、まあ、新しい資格でですねですがここなんですよ。ともう一つ注意しなきゃいけないのが合格率なんですね一昨年からガクンと下がってるというの分かりますかねで実はまあ創生の段階もありましたので、えー、2013年2014年などはまああの言い方悪いんですが 受けりゃ受かるあだって9割近く受かかってるんでで、すからねで。しかも他県勉強してたらですね、あのー、まずその他県の勉強が、まあえー、っと完全抜けてなかったらまあまあ受か,るったって受かったっていうのが現実この賃貸不動産経営管理士なんですよ。でさすがにこの頃なんかはまあいいこれも言葉悪いですけどまあまあこんな資格っていうふうに思ってたんですが。 去年この人数ですよねそれからこの合格率なんですよ何を言ってるかっていうともちろん今現在ですね賃貸不動産の、えーまあ、管理業というのは強制的な登録じゃないんですがいずれまあマンション管理業者が15年前までは強制じゃなかったということにそして15年前にまあ強制になったのと合わせるといずれこの賃貸不動産の方も業者としては登録制になるでしょうね。そうするとこの 新田不動産経営管理士の方もですね法律的な側面を担う資格ですので、まあ、当然のように国家資格になることもありうる、まあ、断言はしませんそれからないとも言い切れませんですがありうるんですねそうなると今のうち取っといた方が絶対いいんですよねえー、しかもですねなんか兆候かどうかは分かりませんけれども2015年度からいきなり合格率がガッと下がっているで 何年か経ってこの賃貸不動産経営管理士の方が国家資格になってしまうとおそらく 宅建やそれから、えー、管理業務主任者のような合格率になることはまあ、当然でしょうねまあ、そうなるんだったら今のうちしっかり受かっておこうというのがまあ、ここね、えー、賃貸不動産管理士今年から狙おうというところですねそれともう一つは実を言うと宅建業法の中でですね不動産業者としてはやっぱり従業者の教育をせえっていう風にですね歌ってきてるんですねまあ、その中で多くのまあ、宅建業者はこのよくやばい賃貸不動産の管理も合わせてやってると とこがありますので、まあ、その中で、まあ、受けろという声を受けて、まあ、受けた人の多くはですね会社から受けろって言われたっていう声で受けてってるんですね。ですのであのー、まあこれは、えーね、会社にもよりますけどどうせ来年受けろって言われるんだろうって思うんだったらね今のうち受けて受かっておきましょうというのもいろいろあって今年、えー、そうですね宅建からもう一丁 っていうのがですね、もう一つ増やして、宅建の後から、はい、官業プラス陳官合わせてダブル、合計トリプルで受かってしまおうという狙いなんですね。はい。で、えー、まあ注意点としてはやっぱり願書出しだけは気をつけておいてください。で聞いて、あ、どうせ、えー、そうですね、あの言われるんだったら、まあ受けて、えー、受かってしまおう。それから勉強癖ついてるからって、まあ理由はどうでもいいんですけどね。まあ、頑張ろうと決めたんだったら、もう後戻りなしに受けて。 えー、いただければ。まあその時注意してほしいのはこの願書だしですね。でです。まあ今回のまあ本題というと本題なんですけれども、あのもちろん一月半、えー、ね、えー、このプレッシャーの中で過ごすんだったら勉強しようというのも一つの要因です。それから関連資格ですので、まあ今年一挙に受けてしまおう。それからどうせ会社に言われるんだったらというところも踏まえてね。それから試験形式もね今いろいろ理由があるんですが。 まあやっぱり実質的な、まあ私たちの面から言って、まああの推奨するのは次のページのいわゆる科目のかぶりなんですね。えー、っと2ページ目がですね、管理業務審者と宅検のまあ試験科目のかぶりをまあ表にしております。少し小さくなっておりますが見にくくて申し訳ありません。 それから3ページ目にはですね、賃貸不動産経営管理士の方のかぶりを見ているんですね。で、これ表の見方だけ説明、う、えー、まいですね。これ、この管理業務主任者の試験なんですけれども、 ととどれぐらいいってるかっていうところですでこれ一応2016年の管理業務主任者の試験のまあ配分ですね区分所有法などで6問出ました標準管理規約で7問出ましたそれが宅見試験と共通するかはい区分所有法はもちろん宅見の試験1問ですけれどもね思いっきりかぶってますよっていうので二0丸です。それから管理業務えー、失礼、えー、標準管理規約に関しては 宅建では直接的な取材はありません。まあ聞いたこともないっていう感じでしょうけれどもね。えー、ですが、考え方がですね、この君所違法を持ってくることが多いので。まあまあ、全くかぶりじゃないということで、三角にしております。はい、民法その他法令は思い切りかぶっております。マンション管理適正化法、これもかぶりはありませんが。いわゆるこのマンション管理適正化法というのは、管理業者を規制する法律なので。宅建でいうところの宅建業法なんですね。な犯罪者。 何年間登録できないとかっていうのが一種のような形で出てくるのでかなり内容を考える上で被かぶっているので三角というよりも被りは大きいのでえちょっと競馬の予想みたいになってすいませんですね三角よりもかなりかぶってるよっていうことで丸るまあ二重丸思いっきりかぶりとは言いませんがねこういう形になっておりますあとまあ管理実務系などももっているところもありますそして建築設備系に関してはえっと思うんですけれども 建築設備、宅建の試験でも問いの49か50かね、のどちらかで、まあだいたい50なんですけどね、建物知識って出てきますね。ああいうところが建築設備の一部まあ、あの知識となっております。それから建築系の法令になりますと、建築基準法、まあ、宅建でも2台出題されますね。あの辺が思いっきりかぶってるんですね。ということで20丸で、まあ、ここを活かしてすれば、 本当は管理業務主任者の試験を、まあ、100勉強しなきゃいけないところが宅見のベースがあればまあ4030もちろんそこを徹底的にやるということを踏まえてですがねそれで十分合格点に乗りますというところなんですね。まあちょっと心配されてるところとはありますが会計に関してが、まあ、若干宅見ではほとんどね触れないっていうところでしょうか、まあ、他はまあ大体なじみがあるんでまず言葉慣れしてるというのも大きいんですね。それから引っ掛けの仕方ですね。 えー、これも似てるんでですすよだから、えー、で4択ですよ、ね、まあそういったところを生かしてほしいというところですね。で具体的にはどの法令から、えーまあ、50点のうち35点目指してやりましょうという中でどのぐらい取っていくかっていうお,およその目安が右側に書いておりますので、まあ、こちらはね各自で確認していただければと思います。一方3ページ目の 賃貸不動産経営管理士に関しては、やっぱり被りがあることはあるんですね。あることはあり、先ほどのカニガムシンシアにも若干少ないんですけれども、民法なんかは思いっきりかぶってます。というところです。はい、えー、特に借地借家法なんかはですね。あの、やっぱり賃貸不動産になりますと、その建物を借りるということなので、宅建と同じぐらいの割合で。 まあ3問ないしは4問という形で出てきてるんでしょうかねはいえー、他被ってるところとなると税務ねやっぱりあの他、ー、県でも思いっきりかぶって、えー、取材されますしっていうところですそれから管理実務となりますと結局ですねあのー、やっぱり管理する上でのね注意点とかになりますとまあ他県と全く試験と関係ないところじゃないのでまあそういう意味で三角としておりますで建築基準法も出てきますのでね 建築設備系でもまあ被っているというとうころですねこれ生かせればあのバツバツバツっていうところはあるもののですね、えーまあ、試験の難易度とか考えると、まあ、この試験、えー、受けるに際して100勉強しなきゃいけないところを達研してればやっぱり3040で、えー、受かるかなっていうところです。で,す、ね、でもう一つ特質はですね達研との関連性ももちろん高いんですが。 管理業務主任者とこの賃貸不動産経営管理士との試験科目のかぼりがまた多いんですよ。当たり前というよは当たり前ですかね。なぜかというと、まあ、もちろん賃貸不動産経営管理士は賃貸マンションだけじゃないんですけれども、多くは賃貸マンションですね。えー、管理業務主任者の方は分譲マンションですね。そこの業者のなんですよ。 賃貸と分譲の違いなので、結局建物の管理とか、それから、えー、その終電するための、維持のためのお金を預かるというところでは、あんまり変わるところじゃないですね。ですので、試験かぶりが思いっきりなのは確かです。で、これは一概に言いませんが、宅建やっておれば、えー、官業、本当は100いるところが30、ないしは40で,で。さらに、宅建やって官業やってる上では、ほんの50足しただけで、この、 賃貸不動産経営管理者受かる。このように考えてください。だからまあ、今年まあ、脚光浴びてるということも踏まえて、えー、そして官業をやるんだったら、官業にほんのちょい足していければ、この賃貸不動産経営管理者受かりますので、まあ、だからお勧すすめしているとこなんです。どなんですね。一応表にしときましょうかね。えー、っと、このまあ、この表はですね。宅建の動画かぶってるかっていうことなんですが、この賃貸不動産経営管理者の方これ。 官業とどれぐらい被ってるかっていうところちょっとね、表に、狭いスペースですけどね。官業との。ですので、右の、左のページですかね。えー、2ページ目はまあ同じようなのと思ってください。官業との共通。民法借地借家法。思いっきり被っております。それから、個人情報保護法。 官業と思いっきりりておりますそれから賃貸,不動、えー、賃貸住宅管理業者登録制度などはマンション管理適正化法と同じ目線ですのでまあ三角というよりも、まあ、かなり丸に近いですねはいえー、まあ倫理検証などなどはまあ置いときながら、えー、賃貸管理業務系、えー、ですが管理実務やっぱり思い切りかぶっております税務についてもかぶっておりますここですね 建築設備系に関しては思いっっきりりておりますほぼ管理業務主任者の、えー、目線の勉強で大体、まあ、いい取れるっていうのが大きいんですね。で卓研、えー、だけだったらここのところちょいしんどいところはあるんですがまあ勘業をやってるとかなり、まあ、大きく取れるということでいいですかね勘業卓検に合わせて官業をやってるとほぼほぼ網羅できていくので、まあ、ちょっと特徴的なところを スパイス2つスパイスやれば、まあ、十分合格圏内までいけるっていうところがこの賃貸不動産経営管理士です、はい、で目標としては、まあ、40点のうち30点で、まあ、クリアっていうことになるんですけれどもこれも、えー、と決まってるわけじゃありません年によっては難易度も踏まえてあるのでね、まあ、それぞれ目標として、まあ、細かいところは得点戦略の中にありますのでこちらはご参照くださいませですね。で 実際的な、まあ、今後の、まあ、勉強なんですが例年卓研試験終わった後ですね、えー、エブレックでは勧、まあ、業に限定してですねひとつ半で十分受かりますよっていう講座、まあ、通信においても、まあ、一部ですけれども関東関西一部ですけれども生講座なんかも用意しております。でプラスアルファ今年はですねその卓研、まあ、試験の後の勧業に合わせて新貸不動産経営管理士もですね あのまともにガサッとやったらこれ時間足りませんけれども卓研あるいは官業やってますよということを前提にやるとほんのちょっとの勉強で絶対受かりますのでそこをうまく合わせた講座も用意しております。まあ、スケジュールということでね4ページ目に用意してありますが、まあ、そのスケジュールなんかにはまあ、えーね、一応の例なんですけれども、まあ、講座なんかを利用していただくと、まあ、かなり効率的に受かりますので,です、ね、合わせて卓研、えー、にプラスアルファですね、えー、2つの資格ダブル。 宅建と合わせてトリプルとなりますが、どうせ言われるんだったら今のうち関連資格だから、今のうち1ヶ月半モヤモヤするんだったら勉強に邁進してっていう形でえー、お勧めします。はい。以上ですね。えー、管理業務主任者および賃貸不動産経営管理士の資格説明でした。まあ、今後合わせてね。勉強を検討していただければと思います。はい、それでは、えー、終了します。お疲れ様でした。